第1ゲームも第3ゲームいずれも相手にリードされながら連続ポイントを逆転したという内容でした。あなたたちはどう見ますか？就是第一局、第三局、第三局都是啊，就是对公司的比赛来，然后没有讲过。那这个时候你应该想一想。我想这个球的话，每个球其他想的比较少，主要是在球路上想的很多一些。今大会は準決勝で勝つで決勝では挑戦者ですね。実績のある選手をやっての優勝これについてどうでしょう。大丈夫ですか、すいませんね。自己我主要是去听对手吧，心态比较好，对手的是水泥过高，跟自己是强化的区别。どちらの選手も、実力は自分より上だと思いますので、ただ、とにかく必死に食らいつく戦いをしようと思います。将来の目標を教えてください。じゃあ、何を見つけます。とりあえず、今の段階では、紐付けしておきますので。また楽しみにしています。おめでとうございました。